グローファーズは、インドハリアーナーシューグルグラムに本社を置く、ハイパーローカルデリバリーと呼ばれる地域よりもさらに狭い、範囲の店舗から顧客に対して、食料品デリバリーサービスである。もともとは B2B 向けであったが、現在は、ブトックを中心としている。グローファーズは、モバイルアプリで注文すると、バイク便が、提携先の店舗に向かい商品を受け取り90分以内、または、 任意の時間に届けてくれるサービスである。インドでは外資規制の影響により、コンビニエンスストアのような、いろいろなものを取り扱う店舗は稀で、キラナと呼ばれる、家族経営の零細雑貨店が多い。店舗ごとの品揃えが悪いため買い物で欲しいものを、揃えるには何件も、店舗を立ち寄りレジの順番を待つ必要があったり、 冷蔵設備がないので生鮮食料品の鮮度が悪いといった問題を抱えていた。また、都市部では交通渋滞がひどく週末にショッピングモールへ買い出しに行くことも困難であった。グローファーズはそういった買い物事情の問題を解決する手段の一つとなっている。グローファーズは、アーグラ、アフマダーバード、バンガロール、ボーパール、ブバネーシュワル、チャンディーガル、チェンナイ、デリー、 グルグラム、ハイデラバード、インドール、ジャイプル、カーンプル、コーチ、コルカタ、ラクナウ、ルディアナー、ナーグプル、ノイダ、マドライ、ムンバイ、プネー、ラーンチ、スーラと、バドーダラーの25都市でサービスを行っている。ありがとうございます。